さあ、えー、先ほどのね、川崎名古屋に続いて、えー、まあ、あの、周囲がまた入れ替わる可能性があるということで、この注目の、お広島対マリノスの一戦、これもね、え完、ー、成配信で見ていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。この試合も楽しみだね。まあ、あ広島としてはいよいよ、この来週末はね、町田との直接対決っていうところもあるんで、あのー、そこに向けてここでやっぱ勝って周囲に立ってプレッシャーかけておきたいところじゃないですか 井上目検に注目したいます。いや、広島先生ボールこぼれていったところ、最後、加藤むつきが決めた立ち上がり若大将と表現します、広島の。いやー、前半立ち上がり2分です。広島先生、一気に決め切ったねまあ、これもちょっとさっきの、ね、名古屋と川崎の試合見てるようですけど、ちょっとこの、スローインのところ、加藤むつきに対しての対応、ちょっと緩かったんじゃないなんかあの、名古屋と、 川崎の、あのね、長いへの対応見てるようだったけど、スローインのところの、あの、加藤六月の対応はちょっと、マリノス緩慢ですね。うん。えー、だから右の、えっ、ー、と、右の位置からのスローインに対しても、加藤六月がそのまま抜け出して偉いな侵入していってクロス。で、そこはボールこぼれて左サイド流れるんですけども、左からのクロスに対して加藤六月が入り込んで、ゴールというところでしたね。ちょっとチャンシーンです。長戸が広げて左サイド井上。 井上はドリブルの特徴から、こう、二人つく。ポケット取った。あ、ワンツースイッチしていやー素晴らしいゴール、マリノス素晴らしいあ、これはめちゃくちゃいいゴールだわ。最高の崩しだったね、マリノス。まあ、井上がね、やっぱドリブル持ってるんで、広島の選手が二人ついていったところを、うまく長戸がポケット取って、 その長戸に一回当てて、ヒールで受けてのワンツーから井上のシュートっていう、もう、完璧な崩しでした、マリノス。めちゃくちゃ綺麗な崩し。シュートも素晴らしい。もう低くてね、完璧なこう、ゴール右隅に飛びましたね。大迫触りましたけれども、そのままゴール。いやー、いい崩しでしたね。左サイドの位置での、まあだから井上、ドリブル仕掛けようとした井上とポケットを取った、えまあ、インナーラップして、ポケットを取った、あの、長戸とのワンツーでしたね。うまい。 いやあ、この時間帯で両チーム得点行ってきました。さあ、左サイドスペースがあるところでアルスラン。中には広島二人。さあ、もう一人上がってきた。アルスランどこ使っていくカット行くええー、来た広島の封じトルガイアルスランが自分で決めてきたトルスランが決めた2点目勝ち越しに成功広島あるの魔法使いリフレクションありましたね。ただ、ちょっと、 とカットインに対しての対応というところで言うとシュートコース開けすぎましたね。うーん。リフレクションありました。まあでもあそこをやっぱり1対1になったね、あれだけカウンターとはいえ、やっぱトルガーやる際にあれだけ選択肢がある状態でもうボール持たせちゃうと、まあやっぱダメだよね。決定力もあるし。そうです。フンジーじゃなかったです。それは、つけ麺でした。うん。 うん、確かに、ちょっとディフェンダーがね、そのシュート来るところに対しての対応はちょっと弱かったように思えるね。中入っていった、アルスラン来たーまたもやアルスランアルスランアルスランまたこの男が、広島ピースウィークに魔法をかけた !7 試合7ゴール点を取るスラン まあでもマリノスの失点でこれよくあるパターンですけれどもまあ高いラインの裏をうまく突かれちゃったっていう感じではありますねただこの決定力やっぱさすがこれは点を取るスランですね完全にいやルスラン決定力ありすぎだろさすがにさあアンデルソン・ロペスが佐々木ショートの仕掛けりまたぎで勝って 決めてきたマリノス一て返したアンデルソン・ロペスさすがのこの力を見せつけるうまい !3 対2ですいやー、点の取り合いだなー。いやー、アンデルソン・ロペスが3人目の動きでしたね。荒井荒井かな荒井が切り返しいやー、出たー荒井直太 超攻撃的ウィングバック、荒井アウト途中投入で早速結果を出したいやー、荒井えぐいねー広島が突き放しますいや、クロス行くと見せかけて切り返して自分でやっぱ、本当にいいシュート持ってるよね、新井は。素晴らしい 坂木原選手特徴分かるかって言ったら教えてください。ちょっと僕あんま分かんない。いやー広島チャンスうわ決まったーまたもや加藤むつき今日2点目加藤むつき広島の月がこのピースウィングを照らします明るく広島のムーンボーイ加藤むつきが決めましたオッサイドがあるかどうか。 この5点目はちょっと決定的な5点目になってしまうのかさあ今オフサイドチェックあります。うん広島の月が、スタジアムを明るく照らします。ああこれ1回目オフサイドポジションだったらこれ取るのかなこれ、え、これは1回目のあそこオフサイドポジションにいたらこれ、プレイ関与と取るのかなこれって取るのかな足は出してたからね。どういう判断になるんだろう、これ。 まあ一回目のプレイがなければゴールないのはそうだね。ただこれ一回目のはでもオフサイドには見えるね。だし確かに一回目のがオフサイドだとしたら、まあこれオフサイド取られるだろうね、確かに。まあ取られても仕方ないかも、これは。ボール関与はして、ムーンボーイのこの判定はいかにオンフィールドレビューしますね。珍しいね、オフサイドで。だからまあ、要は、明確に出てる出てないかじゃなくて、その関与してた、 関与してたかどう、してるかしてないかっていうのを取るのはもうこれ主審が判断するってことはね。これ出てるは出てるんだね、だから。だからまずこのパスのところ赤いラインだから出てるは出ている。で、あとはこれを関与してるかどうかっていうことかなっていう、っていう認識であってる。オン、オンサイド、オンフィール、オフサイドでオンフィールレビューするの珍しいからね。だから多分関与してるかどうかの判断じゃない出てるか出てないだけの判断だったらオンフィールレビューしないもんね。あ、オフサイドだ。 ゴール取り消しです。いやー、マリノスは、マリノスとしては本当に、九死に一生を得たような形になる。やっぱここ取ったか。加藤むつきがやっぱりこの1、一個目のところで足出してたから、ま、ああの、一個目のところで得点のこのね、関与してたと。一個目のプレーのオフサイドポジションいったところ得点に関与してたと取りましたね。うん。加藤の方取りましたね。まあ、取られ、 でも、まあまあ仕方ないかなっていうところあるんじゃない足出してたしね、あそこ。まあ難しい判定だったと思いますけれども。まあ取られても、まあ別におかしいだろうとはならないようなやつだったと思いますよ。周りの人は救、そして救われました。あのいかキープして、ちょっとここは、広島右サイドから満ちたファーサイド広島決定的な5点目 ちょっと守備が、上着いていましたマリノス西から東、東から西へ広島のイーストを東春季が決定的な5点目を奪いましたもう完全にフリーさせちゃったねうーん、まあ、三つさんのクロスも素晴らしかったですけど。完璧な、もう本当に、こう描くような。半月ね、新鮮な半月目を見てるような、本当にね、 こう描くようなクロスが完璧に合いましたね、ファーサイドの。いや、これは決まったかさすがに。ハッチンソンぶち切れてます。ちょっと守備が緩かったね。これワードセンス内容。ありがとうございます。うん。それでも、それでもワードを <laughs> 視聴者ぶつけていきます。ワード投げかけ系の配信者です、私は。よろしくお願いします。ファックは、やめてよ、ハッチンソン、さすがに。あーっと もうこれは昇進正銘のゴール復帰戦ピエロストティリューなんと広島対応6得点どうしたんだマリノス何があったマリノス !2 試合でなんと13失点さすがにこれはちょっとマリノスサポーターに同情禁じえない状況になってきた。もう完全にフリーにさせちゃってるもんね。何が起こったこれマリノスに。マリノスが2試合で 13失点。何があったっていうぐらい、ちょっとこれはさすがに心配な状況です。今もう広島のこの強さもちょっと引いてますけど、それちょっとさすがにマリノスの守備も崩れすぎじゃないさて、ここで試合終了こら驚いた広島が大量6得点ピースウィングで、この勝利、広島が首位返り咲きですいやー、これ広島は最高の形で首位 天皇山に臨むことになるね。強いわ、広島。そして何と言ってもね、やっぱり、こう、選手が変わっても、やるサッカーの強度がやっぱ全然落ちないし、選手層の厚さもめちゃくちゃ感じました、この試合改めて。で、さすがにマリノス、これ2試合で13失点というのはさすがにこれ心配です。いやーでも前半考えたら、ここまで点差開くとは。 うん。広島強いわ。主位で勝ち点並んでる状態で直接対決。まあもうこれは次勝った方が優勝だと言っても過言ではないということを可能性として示唆させていただきます。うん。いや、広島はなんかチーム、特定の選手が上手いとかっていうところも,もちろんある、もちろんそれもあるんだけどやっぱチームとして の強さ。ベンチメンバーも含めてっていうところはやっぱすごい感じる試合でしたね。この試合で配信終わろうかなと思ってたけど、ちょっともう逆にすごい試合すぎてなんかテンション上がってきたから、残り、別の試合最後に残り20分くらい見ようかな。上位3チーム勝ち点1さって熱すぎないいやセットプレイがチャンスになりそうだチャーまたもや中谷慎之助セットプレイから2発 センターバックがこの短期間で2点決めてきたやばなにこの試合いやーよく詰めてた中谷あこれはもう中谷、ね、移籍初年度だっけもうこういうゴールがあると、ね、もう絶対サポーターにとって忘れられない。その後ね、移籍しようするしないとか関係なくもう絶対 対、サポーターの記憶に一生残り続ける、あ、ハンドあるてかもう、昨日あんだけさ、得点動かなかったのにさ、もう、温度差で耳キーンとなっちゃうんだけど、ちょっとコア、コアラ出身どう判断するかこれ。あオンフィードレビューします。ちょっと昨日と、昨日の J リーグの各試合と今日の J リーグの各試合の温度差で耳キーンになるわ。さすがにこれは。 ちょっと私がすみません判断します。この、えー、結論ハンドです。えー、私が判断しますけれども、結論ハンドです。まあ、避けようとはしてるけど、この広げ方で当たったらさすがにハンド取るんじゃないかなと、僕の見解ですけども、みんなはどう思うこれみんなの皆さん、コメント欄の皆さんのご意見もお聞かせください。さあ、 コアラ出身どう判断するか。あー、ま、さすがにハンド取りましたね。いやー、中谷のこの劇的ゴールは幻で終わりました。アディショナルタイム8分突入ですが、まあ、もう2、3分はあるでしょう。だから多分これ101分ぐらいもなんじゃないこの死闘は2対2で決着とんでもない試合だったなこれは。 でも、アディショナルタイム含めて激しい試合だったけど、僕は、小原出身、大橋出身、改め小原出身は、僕は冷静にジャッジしたんじゃないかなと思いますよ。うん。まあまあ、言い寄られてるのはわかりますけど、うん。僕は冷静にジャッジしたんじゃないかなと僕は思いますけどね。まあ、もちろん、ただね、あの、スタジアムで、 映像で見る人とやっぱスタジアム僕もだって現地だったらいやそれおかしいだろって言ったりすることもあるし映像で見てる人とまた選手たちから見た目線とねあのせ、あのスタジアムで見たお客さんたちの印象違うのは僕もそこは全然理解できますけどまあ映像で見た人の一意見としてはもうあ,あの難しい判定なんかよく冷静にジャッジしてたんじゃないかなと思いましたうんいやー今日面白い試合多かったね うん。あのー、引き続き、J リーグのね、えー、残りのシーズンも楽しんでいきましょう、えー、ということでまた次回の配信でお会いしましょう。あの、このチャンネルはね、J, J リーグ中心に、えー、サッカーをね、えー、楽しんでいきたいと思いますんで、ぜひチャンネル登録、いいね、高評価、フォロー、よろしくお願いします。皆さんありがとうございました。